みぐまチャンネル。こんにちは、みぐまです。今日は開封動画やっていきたいと思います。これね、すごい浴衣をね買ったんです。本当に私も楽しみです。今回はね、メルカリから購入しました。値段は意外とお高いんです。3万円です。実はね、私ね、4月の11日だったかな、あのチャンネル登録者数が1000人をね超えましてね、それであの YouTube から収益をもらえるようになったんです。と言っても、まあ、もらえる権利が、をもらったっていうだけなんですけれども、それからね、ちょっとずつ収益が上がって、7月のね22日にめでたくですね、なんと Google から7月22日に14,309円振り込まれましたね。実はね、それで何か買おうって思ってたんですけれど、結構ね1万3000円いくらあったら、あのリサイクルなんかだといいもの買えるんでね、なんかないかなと思って探していたんですけれども、そしたらねこれね見つけちゃったんですよね。全然足りない、半分にもならないんですよね。でもまあこれから頑張ればいいかっていうことで、ちょっと前借りしたような形でこれ購入いたしました。さて、いやドキドキする、怖いからね、もうこれは買ったも使わない。さあどんなもの、いやちゃんと入ってるかな、じゃだだーん、この度はご購入いただきありがとうございました。ご愛用いただいたら幸いです。なんかすごい素晴らしい、なんか筆文字で、この初めてかもしれない。すごい綺麗な筆文字で、じゃあ浴衣、浴衣。もう全然わかんないですよね。これね、七尾に乗ってたことがあるらしいんですけれども、あの小倉光子さんって言って、あの 手ぬぐいなんかねは、あのよくネット通販なんかでも買えるんですけれども、浴衣となるとね、なかなかねネットでは出ることはまずないんですよね。いた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 、逆さまだけど見えますか？この辺にいるのがネズミ小僧だと思うんですよね。これね、ネズミ小僧をこれね染めてあるんですよ。もう総柄っていうかね、もうすごい、ちょっとあの手元カメラで見てみますか。はい、出ました、ネズミ小僧、染料箱を抱えてますね。そして屋根の上には大黒様が小判投げてますね。あ、猫がいます。猫に小判ってことでしょうかね。猫はずっと見てたのかな。はい、ネズミ小僧、まあ仕事終わったんでね、あばよー、また来るぜって感じでしょうかね。はい、来てみました。ちょっとね
踊りの浴衣のようにも見えなくもないんですけど、これちょっともしかしてこの襦袢を着てね、こう襟があった方が、素敵かなって気もするんですけれども、でもね、このね生地がもうさっき言ったようにネズミ小僧やね、この蔵とか小判とかね、この柄がね本当にね素晴らしいですよね。これをね、日本手ぬぐいもあるんですよね。日本手ぬぐいぐらいだったらなんとか手に入るかなとは思ってたんですけど、こんなね浴衣が手に入るとはね思ってなくて、もう本当に七尾に掲載されたのはもうずっとずっと、もう何年も前のことのような気がするんですけど、全然ちょっと全然記憶が定かではないんですけども、でこれをねもう本当にメルカリで見つけた時はね、ガーンってもう本当衝撃で、もうすぐ購入ボタン押したんですけど、なんかその時に限ってカードがなんかこう使えなくて、でいつも使ってるカードじゃない別の会社に変えたりとかして、ただ変えたんですよね。いや本当に変えてよかった、でこれをねYouTube の収益が上がった最初の記念のに買ったものっていうことで、もう忘れられない浴衣になるかなと思います。白全身で見ていただきましょうか。下がれば全身ギリギリ見えるかな。いかがでしょうか。なかなかちょっとねない浴衣ですよね。いやーこれ本当に手に入って嬉しいです。いかがだったでしょうか。いや本当にいいお買い物ができたと思います。 Google から、YouTube からもらったお金、半分ですね半分で、あと半分は前借りっていうことで購入して、このね浴衣を手に入れることができました。本当にねもう本当素晴らしいね、素晴らしい浴衣だと思います。小倉光子さんっていう方なんですよね。前はねネットショップでも買えたんですけども、今はねもうネットショップにももう手ぬぐいさえもなかなか買えなくって、北海道ではもう催し物なんかも全然なくって、本当にね絶対無理だろうなと思ってたものが買えて、本当にメルカリ様々です。本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。